さて、仕事の件で来た。困っているようだな。墓が掘り返されたのか。それだけならいいが、時折化け物が墓場にやってくる。新鮮な死体を食ってどっか消えるんだ。少し前に始まってな。だから日が沈んだら外に出ないで鍵をかけちまおうと思ったんだ。そしたら今度は子供がいなくなって。墓地からか。いや、村からだ。あんな小さい子が一人で行くわけがない。あの夜、すすり泣きのような声を聞いたんだ。外に出て確かめなかったのか。俺はバカじゃない。怪物ならウィッチャーの仕事だろう。あそこに何があるか調べてみよう。グールでも掘り出せるが、村から子供をさらうのは絶対に無理だ。あの墓をもう少し調べてみるか。掘り返されてるが道具は使っていない。クワで掘ったのか。違うな。あそこに爪痕がある。墓は最近掘り起こされてるが、カダベリンの匂いは古い。熟してる。匂いはどこに続いてるんだ。ここに住むとは、変な場所を巣に選んだもんだ。道具を使えるだけの知能があるのか。それなりに賢いな。料理をした後、これは人間の大腿骨。それも子供のだ。魔法陣の中に人間の頭蓋骨がある。これを使って力を引き出しているんだな。恐らくグレイブハグだ。頭蓋骨を集めて力を引き出した。自信をつけて村をうろつけ始めたのか。頭蓋骨を奪えば墓地に戻らざるを得ない。その時始末しさぞや腹を立てるだろうな。墓地で待つとするか。日が暮れれば這い出してくるだろう。私の頭蓋骨を盗みやがって。自分で掘り出せばいいものを。来たな。計画通りだ。怪物よ、さあどうする。you
仕事の件で来た。それで始末した。墓を掘り起こし、子供をさらったのはグレイブハグだ。そうか。で、子供はどうなった？グレイブハグの巣にいた。正確に言えば釜の中にな。もっと聞きたいか？詳しく言わなくていい。それで報酬は？ああ、忘れちゃいない。どうぞ、助けてくれてありがとう。気をつけてな。